こんにちは、こんばんは。タイポンです。ツイッターにはトレンドというものがあって、そこにね、ハッシュタグ、セックスを恥ずかしくない表現に変えるっていう、名前だけで面白いタグがあって、いろいろ見てみたんですよ。そしたら、それすっごい面白くて、これをちょっと動画でやろうかなと思いまして、今回この企画をやっていきたいと思います。セックスを恥ずかしくない表現に変える。と言っても、なんだって思う人がいると思うんで、例えばこんな感じっていうのを言ってみたいと思います。真夜中のセッション。本当に簡単ですよ。その名前の通り恥ずかしくない表現に変えるってただそれだけです。でちょっと俺一人で全部考えようかなと思ったんだけど、俺ちょっと知恵遅れなんでそこまでちょっと足りてないということなんで、ちょっと Twitter の俺のフォロワーの皆さんに募集しました。それをちょっと今から一つ一つ紹介していこうと思います。早速いこう。愛情交換、ジュンヤンヤンつけ棒、パフォーマンス、生きる証、鉛筆削り、少子化対策、ドゥンデンドゥンデンドゥデデデパリピ、需要と供給、男女混合玉入れ、ドゥンデンドゥンデデ、愛のパリピ、夜のジャングル大洪水、子供ガチャ、マラドーナ、奇跡の融合、少子化対策改善、セックス、フューチャー、腰の運動、セックスささん、開け、夢の扉、妊活、合体、ここで、運動会しよう、エンステテテテパリ、ハッピーアワー、二人だから、穴を開けて、男女総合運動会、パルプンテ、ガシャン、ドッキング、セックス、組体操、夜中のツーマンライブ、おけ合わせ、男と女の友情コンボ、君の机の中に僕の書類入れてもいいかい、ぷよぷよ、子供チャレンジ、アイアンマン、地球の果てまで行ってキュー。はい、皆さんいかがだったでしょうか。多彩なね、個性あふれる表現方法だったと思うんですけども、この他にもちょっと面白い表現があればぜひコメント欄で、コメントよろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ってもこの動画が良かったと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録しない方は下の赤いボタンを押してチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニア。はい、こんな感じで1999年11月7日に18禁タイポンのチンコ大公開という動画が公開予約されました。